こんにちは、セラトです。ミオリです。お久しぶりです。今回は、ドッグフードを食べるゴールデンテグーを紹介します。前にも、食べてる姿を紹介してたわよね。結構大きく成長したから、前の動画と比べてみてくれると嬉しいな。実際、トカゲにドッグフードっていうのは、どうなのかしら。運動量が多い犬は、たくさんのカロリーを必要とするから、トカゲの主食とするには、少し気をつけなければいけないかな。肥満で死んでしまう、っていうこともあるみたいね。まあ、でもそれはどの餌にも言えることだよね。個人的には、人間が食べるためのフルーツも、どうかなって思うし。甘いものは、カロリーも高いからね。まあ、結局は適度が大事ってことだね。それを踏まえた上で言えば、ドッグフードは結構いい餌だよ。犬が成長する上で、必要な栄養がすべて含まれていて、好んで食べるように、いろいろな工夫がされているからね。ゴールデンテグーは、結構最初から、抵抗なく食べていたね。匂いとかも関係あるのかな。詳しくはわからないけど、結構関係あると僕は思うよ。ドライタイプの餌はあまり食べない、っていう場合もあるし、缶詰のものの方が、匂いは感じやすいかもね。他の雑食の爬虫類にも応用できるかしら。青ジカトカゲをドッグフードに餌付かせるっていう話があったよ。結構試している人もいるのね。ただ、気をつけてほしいのは、絶対安全っていう保証はどこにもないってことだよ。自然界で食べているものとは別のものを与えるわけだし、そもそも、爬虫類用に開発された餌じゃないからね。最初に、カロリーの話もあったけど、ご飯って、その生き物を形作っていくものだから、十分に注意して活用しなければいけないわね。あくまで、使えるってことだけ覚えておけばいいと思うよ。最近は、爬虫類用のフードも多く発売されるようになったし。それでもって場合は、自己責任ね。そもそも、全部のテグーがドッグフードを食べてくれるとは限らないからね。その子の性格や好みと相談して、最適な餌を選んであげてね。ご視聴ありがとうございました。他の動画もよろしくね。